皆さんどうも大阪政治でございます。もっともっと長い間今回の選挙を見据えてまっすぐに私の得意なぶれない曲げないということで政策を訴えていく、それに徹してまいりました。そしてその原点が皆さんプラカードを持っていただいております。歩く歩く、そしてその次にあるのは聞く聞く、まっとうな国にする、まっとうな国にする、まともな国にする。ただそれができるのは裁判所でもなければ警察でもないんです。それがやれるのは皆さんの一票でしかないんですよ。皆さんの一票一票でしかないんだ。皆さんいかがですか。だからですね、私一人じゃこれはできないんです。皆さんがその意思を明確にして、とにかくまともな国にしようじゃないか、その上でさまざまな政策議論をする、そうしなかったら何を議論したってみんなおかしげなことになってしまうんです。だから皆さんとにかく怒りの一票を入れていただきたいんです。小選挙区は大阪政治頑張れの一票、比例代表はこんな国にしちゃダメなんだ、その怒りの一票で立憲民主党に一票を投じていただきたいんです。怪我もなく終えることができたのはですね、多くの皆さんのおかげだと思っています。心からお礼感謝申し上げます。明日どんな結果が出るか分かりませんけれども、どんな結果が出たとしても明後日の朝は街頭にまた立ちたいと思っていますので、そこからまた活動を始めさせていただきます。どうもありがとうございました。